ドラゴンタトゥーの女は第84回アカデミー賞に主演女優賞を含む5部門にノミネートされました。そして本日この作品の本編とは異なる観点から表現したもう一つのドラゴンタトゥーの女をご披露させていただきます。石井竜也さんです。どうぞ。石井竜也でございます。さあもう一度大きな拍手でお迎えください。それでは見てください。石井竜也がドラゴンタトゥーの女にインスパイアされてできた新たなドラゴンです。どうぞ。大きな拍手。かっこいい。すごいですよね。すごい。これこっち側は全部特殊メイクになってますね。それからあの毛のこう生え際ですね、ここも全部、目特殊メイクになってます。はい。でちょっと見ていただきたいんですけども、後ろ側ですね、竜のあの背中がついてるんですね。まあ、ここまでやる機会が最近の世の中ないじゃない。ないでしょうね。だからやっぱすごく楽しいし、あのもう本当天才の集まりだと思うんですよ、やってくれてる人は。だからやっぱ自分の知らないその天才をもう横で見れてやってもらってすごく嬉しいですね。でもこれはね、あのアンナちゃん以外考えられないね。本当？他の人でちょっと考えられるかなと思う。いないんだよね。すべてこれあの僕のデザインであの作り上げたものなんですけども、あのそこにあの参加してくださったあの土屋アンナさんにありがとうと言いたいと思います。いやいや、ありがとうございました。ありがとうございました。まずどうですか、この話を聞いた時。いや、あの、ドラゴンタトゥーの女っていうのが、まあ、来るっていうのは もちろん知ってたんですけども、はい、でデビッド・フィンチャーも僕大好きだったので、でうわー来るかーと思って、でまあ期待してたらば、飼育員ちょっとそういう感じでやってみないかみたいな話が来て、で僕半端やりたくないですよって言ったらそしたらいいよって話になって、でそれでレコード会社サイドから土屋アンナちゃんってどうかなみたいな話になって、嘘だろやってくれねえだろってで、いやこのジャケット見てみてって、ジャケット見たらすげえことやってんだよねって、いやこれひょっとしたら受けてくれるかもって言って、でもう必死になって絵描いて、それでアナちゃん見てもらって、それで OK もらって、よっしゃーって、そっからですね、燃え上がったのはすごいですよ。ちょっと見せてあげてください、カメラに向けて。そうですね、すごいですよこれ。上手でしょ、絶対ある。でも全然想像してた以上だからやってて超楽しいですよ。あの怖がらないと思う。なんかでやっぱこういうのって怖がるのかなって思いきや、今の子たちっていろいろ見てて、でもかっこいいとかやっぱママがね変身してこういう肌になってたら多分ねやりたいやりたいっていう。普段もやっぱガッツリ系なんで、ね、あのどっちかというと綺麗なメイクした方が泣くんじゃないかっていうぐらいなんで笑ったりもしたね。なんか普通みたいな、ママそう普通怖いよみたいな。本当にあったんですよ、一回ガッツリやって泣くかなと思ったら全然普通だったんだけど、綺麗に着物着てカツラかぶったら泣いたの。あなんじゃこりゃ。視線の方とか考えたらいいわ。出演しない。セリフ覚えられないの。監督ですか。でも言葉なかったらいいよね。うん、言葉なかったらドワーとかね。うわーとか。シャーとか。うわーとかそういうのってね。そういうのかもしれないね。最初から最後まで切り合いとかね。